のラフラフ。皆さんラフラフ、今夜も始まりました、ことぶきみなこのラフラフ、パーソナリティのことぶきみなこです。この番組はカジュアルという意味のラフと笑うという意味のラフをモットーにお送りすることぶきみなこの自然体ラジオプログラムでございます。こんにちは、6月、はあ、上半期ラスト、お、しいたけさん来るよ、そろそろ下半期のしいたけさんが来てくれるんじゃないですか。そう思うとね、ちょっとワクワクするなって。やっぱあの台本にも祝日がない月ですが点点点頑張りましょうって書いてて、あーってなるんですけど、ちょっとね、そういうしいたけさんのこととか、あと私アジサイを見たい、アジサイ寺行ってみたいなってずっと思ってるけど行けたことないんですよね。だからちょっと行ってみたいなと思うし、アジサイもイギリスにね、去年はそれこそいた時って色が結構限られてたんですよ。何色だったっけな、青だけだったっけな、そう、土の養分の影響で、なんかその成分の影響で咲くお花が、だいたいアジサイは青色がメインだったんですよ。でいろいろ配合してたら紫も咲くことができるし、ピンクとか別の色も咲くことができるんだけど、基本普通に植えてあるところはブルーだったんですね。ブルーか白かとかだったから、あの日本の寺にこうアジサイがカラフルに咲いてあるあれを久しぶりに見てみたいなってちょっとね思ってますので、あと久しぶりの梅雨を堪能、できるかな。やっぱ雨女だなって思ったんですよ、この間外出た瞬間に雨降ってきて、あ、はい、そうでしたそうでしたみたいな、私雨女でしたっていうのをね、晴れ女だと思ってたんだけどな、ちょっと思い出したりもしてたので、まあそれを逆にこう逆手に取りまして満喫していけたらなと思っております。皆さん気を落とさずに6月も楽しんでいきましょう。では番組始めていきます、ことぶきみなこのラフラフ、今夜も私らしくナチュラルにいきましょう。ことぶきみなこのラフラフ。もしもし、最近の悩みやねんけど、こうさ、配信系のドラマとかね、アニメとか見てたらさ、だいたいこうエンドロール来ると次のエピソードまであと10秒みたいな感じでね、カウントダウン始まるやんか。もうあん時にどうやったら止められるの？もう止められへんねんけど、だいたい寝なあかんけど一回行くかみたいな感じになるのよね。ハマるとこれもね、罪やから、どうやって皆さんは止めてますかっていう相談です。私からの相談です。それじゃあまたね、バイバイ。さあ今夜も始まりました、ことぶきみなこのラフラフ。難しいよねあれね、もう次のエピソード、なんか次のエピソードが出るたんびに、あーって、てか出るちょっと前ぐらいにわかるじゃないですか、もうすぐエンドロール来るなって、もうそろそろあと終わっちゃうだろうなっていうストーリー展開から、止めるぞってリモコン手に取っても止められないみたいな、なんだろうねあれね、本当になんだろう。で逆にラストまで見れた後に次のエピソードへって出ずに、他のおすすめ作品はこちらって出るのも切なくなってくんだよ次。もう終わっちゃったのねみたいな、全部がこの作品全部終わっちゃったんだわっていう現実を受け入れなくちゃいけなくて、それで切なくなるっていう。あれね、本当に不思議で、この間行ったネイルサロンは偶然なんかの手違いからしいんだけど、次のエピソードって毎回最近出ないんですよと。勝手に何も設定いじってないけど次のエピソード出ずに1話ずつ絶対終わるんですって。終わって振り出しの画面に戻って、で次見るなら次だから、いやなんか続けてみたい人にとってはちょっと迷惑なんですよねって言ってて、あでもこの機能が本当に設定でそれができるんだったら、まあなんて言うんですか、夜見てる時とかいいですよね、ちょっとそこで冷静になれるから。だけど続けてテンションで見たい時とかは、あの次のエピソードへってやつ最高だなって思うし、テンポ良くてね気持ちいいなって思うから、悩ましいところですが、皆さんのこうどうやって、みんないつもそうアニメを見ながらとか映画を見ながら、まあドラマかとか戦っているのか、ぜひ教えてください。
さあ梅雨の時期かもなんですが、最近 SNS で傘の広告が多いらしいです。で、あの可愛いものが結構多いらしく、写真でね載せてくれてるんですけど、あの日本のねこう喫茶店にあるメロンソーダとかあるじゃないですか。思い浮かべてください。あの美しい湾曲したグラスに、メロンクリームソーダがね入ってる感じ。メロンソーダ、氷、そしてほんのりアイスクリームが、真っ白のアイスクリーム乗ってチェリーがほんのり乗ってる感じ、あれが傘になってたりとかね、あの色味で傘になってたりとか、めっちゃ可愛いのがいっぱい出てるんですって。こう涼やかになるような気分の雨具グッズっていうのが多いらしいんですけど、皆さんはどうですか？こだわりありますか？ちょっと私カッパ買ってみようかなって思ったりもしました。カッパ買ってみたいなっていう気持ちと、これなんていうんですか、濡れた後に乾かすのむずそうだなって思ってる自分と両方いて、ねえ放置しちゃうとさ、多分ちょっと匂い気になると思うんだよねっていうのもあって、傘も基本的には帰ってきたらもうすぐ開いて玄関前に置いとくっていうのが私の鉄則みたいな感じになって、おかげで折りたたみ傘は多分これもう8年ぐらい使ってるのかな。だけどね、今よく置いてきぼりにしちゃうんですよ、その折りたたみ傘はイギリスにいる時のマジことぶきの動画内でもあったんですけど、バースっていうお風呂の発祥の地みたいなところに行った時も、バースのおすすめの、 あの大人気のパンケーキ屋さんに行った時にもね置いてきちゃって、わざわざ電話したらちゃんと取っててくれたりとかで、わざわざそのためだけにロンドンからバースまで1時間以上かけて片道行って、傘だけ取って帰ってくるみたいなね。多分傘代よりもその往復代のが高いなみたいなことがあったりしたんだけど、それでも本当に大切な傘なんですよね。それはね、私の大好きな正吾関根さんっていうイラストレーターの方が描いた、デザインされてる傘で、すごい可愛くて、ゲットしました。あとは大きいジャンピング傘っていうんですか、あの普段使いの傘も正吾関根さんの傘を最近は使っているので、雨降ってほしいなっていうワクワクちょっとするぐらいの、テンション上がる雨グッズを私も用意してますので、皆様もねちょっとテンション上がるもの揃えてみてはいかがでしょうか。ではここでメールご紹介です。ラフラフネームランランさん、ランランありがとうございます。みなちゃんラフラフ、ラフラフ初めてメールを送ります、ありがとうございます。先日友達とみなちゃんが、深瀬より子役で出演した映画泣きたい私は猫をかぶるの聖地巡礼に行ってきました。嬉しい。実は映画の舞台となった常滑市はよく行く場所で、ムゲやよりちゃんが通う学校のモデルとなった場所や、ムゲときなこが歩いた公園など何度か行ったことがあったので、まさかそこが映画の舞台となり、その映画にみなちゃんが出演したことにとても驚きました。友達と映画に出てきた場所でムゲとよりちゃんになりきりながら写真を撮ったり、映画で使われたヨルシカさんの音楽を聴きながら散策をして、泣き猫の世界観を味わうことができました。常滑市の焼き物散歩道は、とても趣のある場所なので、みなちゃんにもぜひ実際に見に来てほしいですと。写真付き、たっぷり写真付き、すごい本物だわ。なんかもう映画で見てたやつじゃんって、こうメールをね、ランランさんからのメール読んだ時びっくりしました。でちゃんとねスタッフさんもカラーで出してくれているので、本当にこの景色があそこにあるんだって、映画の中だけじゃなくてリアルにあるんだなっていうのを実感できますね。そしてこのなんていうんですか、焼き物散歩道のところとか結構映画で見てても不思議な世界観だなって思ってたんですよ。リアルにあるって分かっててもちょっとこうミステリアスというか、東京ではもちろん見たことない景色だなって思ってたので、今写真で見てね、本当にこの景色があるんだっていうのを驚いてます。すごい、ランランさん素敵な写真ありがとうございます。懐かしい。いやこの間ね、友達が家に来た時に見返したんですよ、泣き猫をね。でその子は猫を飼ってるので、やっぱ私もまあ猫を飼ってたし、すごく好きな作品だしっていうので見返したんですけど、何度見ても泣けるって言って友達とね号泣しながら見てましたし、ヨルシカさんの曲もね本当にいいから、聞きながら私も歩きたいです。写真ありがとうございます。そして初メールもありがとうね、ランランさん。では続きまして、ラフラフネームラジオなしには生きられないさんからいただきました、ありがとうございます。みなちゃんラフラフ、ラフラフ、日高りなちゃんが断捨離していたら
ハンガーがたくさん余ってしまったそうです。そこでハンガー欲しい人を探してました。みなちゃんは今ハンガーが必要ですか？まさかの伝言。りなちゃんがきっといろんな人に声をかけているところをこうやってリスナーさんがさらに協力して声をかけていくという、まあ、ちょっとねメールいただいてから時間が経ってるからもう締め切られているかもしれないんですけど、ありがとうございます。連絡してくださって、教えてくださって、いや思ったんですよ。だからりなちゃんもお洋服すごく好きだから、一回りなちゃんとあれ服の話とかもすっごい盛り上がって、ここのブランドいいよねとか、結構ね似たブランドが好きなんですよ、お洋服の感じとか。だからお洋服についてすごく盛り上がった記憶があるんですけど、だから多分断捨離してたらハンガーが出てきたんでしょうね。で今ねハンガー必要かどうかで言われたら確かに必要なんだけど、もう分かってるの、ハンガーを増やしただけ服も増える。本当にあ私のこれ悪い癖、本当にねハンガー分だけやっぱ服かけたくなるから、まあ夢は服を全部ハンガーにかけることなのね。でハンガー、同じハンガーで揃えたハンガーで全部綺麗に服をかけたいんですよ。もう棚とかに入れずに服をかけたいんだけど、でも多分ハンガーが増えれば増えるほど服が増えるっていうのも分かってるから、ちょっとねせっかく教えてくれたんだけど今回は辞退したいと思います。でもめっちゃ面白いメールだなと思って、ハンガー談義ってなかなかないじゃないですか。いいなと思って、だからりなちゃんがなぜまあハンガーを、この断捨離をしたくなったのかも気になるけど、私自身もこのハンガーを増やすとやっぱ服も増えるっていうね、この複雑な心理ちょっと分かっていただきたいなと。でもメール送ってくださってありがとうございます。もう一ついきたいと思いますよ。ラフラフネームルリーラピースさんからいただきました、ありがとうございます。みなちゃんこんばんは。こんばんは。みなちゃんも日本に帰ってきてそれなりに時間が経ちましたが、逆にイギリスが恋しくなったりすることってありますか？今やみなちゃんにとってイギリスは第二の母国と言っても過言じゃないと思います。逆ホームシックとかってないですか？ということで、すごいタイムリー、めちゃくちゃあります。なんでしょう、やっぱあったかくなってきたからなのかな。で結構周りのお友達とかが今のイギリスのこう写真とかインスタグラムとかいろんなとこにアップしてるの見るとすっごく気持ちよさそうなの。今が一番イギリスいい時期なんですよ。だから晴れたイギリス大好きとかって書かれてるの見て、あー生きてーみたいな、今一番いいよねとか、久しぶりにコベントガーデンにやってきたとかって見て、うわいいなーとか思ったりしてますよ。もちろんしてます。であとは行けてなかった場所で、お友達が最近その会社であのパーティーが、会社のパーティーがあったらしいんですけれど、スカイガーデンっていうところでパーティーがあった、すごいバブリーな会社だ笑いみたいな感じで書いてて、そうスカイガーデンってなんて言うんだろう、本当にアベノハルカスみたいな、ああいう高いビルがロンドンにももちろんあって、ああいうところの最上階でこう街並みを全部見渡せるみたいなところで、そこを貸し切ってパーティーをやったみたいな話をしてて、羨ましいし、そのスカイガーデンだけはねおすすめされてたのに、ホストマザーからおすすめされてたのに行けてなかったの。結構やっぱ空いてると、他の高い建物の方が人気だから、例えばシャードとかっていうところとか、私の YouTube でもアップしてるんですけどとかが人気だから、スカイガーデンは割とねあの空いてるし、だけどこう見応え十分だから行った方がいいよって言われてて、まだね行けてなかったところだから行きたいなと思ったりね。あとは5月はホストマザーのお誕生日もあってやり取りをしてたんですよ。でちょうど誕生日のメールの時に、最近はスペインに旅行に行ったよっていう写真が来たりとか、あとはねそのイギリスの子なんだけど日本に働きに来てる子とかが最近日本に来たりとかっていうので、あちょっとずつねまたやり取りが、交流が生まれたら、私自身もこの逆ホームシックっていうのがあるけれども今ね、だけどちょっとずつまた埋まってったりとか、また新たな出会いがあったりして楽しいかなっていう風に期待しておりますね。だからルリーラピースさんからのメールはすごいタイムリーで、今すごく行きたいなと思って、最近はもう自分の YouTube もそうなんですけど見返したりとか、あとはイギリスの街並みだけを写してる動画あるじゃないですか、 4K とかで写してるやつ。ああいうのを見て、あー懐かしい、ここ行きたいみたいなのを、思ったりして癒されております。はい、ということでメールたくさんありがとうございました。ことぶきみなこのラフラフ
続いてお送りするのはこちら、ようこそことぶきホール。都内某所にひっそりとあることぶきホール、ここは世界で唯一の独特を体感することができるホールです。私ことぶきみなこの独特な感性を存分に堪能することができます。このコーナーではリスナーさんから募集した〇〇といえばという質問に私が答えます。リスナーさんには質問と一緒に私ことぶきみなこが言いそうな答えを送ってもらっています。私の答えをリスナーさんが予想することができれば、リスナーさんのことぶきストランクが上がっていきます。ランク上位になると素敵なご褒美があるよということで、現在は初段が17人、2段が15人、3段が5人、4段が2人、5段が5人、6段が3人、7段が1人、8段が1人、9段が2人、12段が1人ということで、なかなかね、上に行くって難しいんですけども、人が増えてることも嬉しいので、今回も頑張っていきましょう。じゃあ早速最初の質問行ってみます。ラフラフネームハードラックダンサーマルコさんからいただきました。箱の中身は何だろうな、ゲームの中身の定番といえば、久しぶりに聞いた、これ書きました。あ、違うかな。ではハードラックダンサーマルコさんが予想した答えはこちらです。ペラリン、カエル。私が考えた答えはこちら、たわし。うわー、そっか、カエルもね、確かにあるあるかもしれません。みなちゃんも昔ネバーエンディングパークね、バラエティ番組やらせていただきました。でタコは触っていましたが、定番といえばカエルだと思いましたということで、めっちゃ怖かった、あのタコ。めっちゃ本当に、だって触った時に怒ってちょっと色変えてたんですよ、タコ。本当になんかもうぬめっとした感じ、なんとも言えない。私の中ではたわしだったんだけど、気のせいですかね。はい、では続きまして、残念でした、いきましょう。ラフラフネームすずめの涙さんからいただきました。今見に行きたい映画といえば、これ当たるのかな、当たる、タイミングによりますもんね。ちょっと待って、もうこれ一択です。はい、ではすずめの涙さんが予想した答えはこちら、ファンタスティックビースト。私の答えはドクターストレンジ。あ、ドクターストレンジやコナンとも迷いましたが、当たっているでしょうかということで、惜しい、すずめの涙さん、めっちゃ惜しい。ファンタビアネも見ちゃった、だいぶ早い段階で見ちゃったけど、ドクターストレンジは、でもそうだよね、送ってくれたタイミング的にこれあれね、タイミングでねっていうのもあったんだけど、私今喋ってる私はまだ見てなくて、多分放送の時には見ているでしょう。もう好きなのよ、やっぱカンバーバッチさん、私イギリスでね、生で見た時に本当にってなったあの記憶があるから、絶対に見に行きたいと思ってるんだけど、その前にね、マルチバースのドラマもちゃんと見なきゃなって、そのドラマがね、次のエピソード問題になるんですよ。すぐ見たいけど見れないみたいなね、そういうところで今揺れておりますが、きっと見ているでしょう、この時には。メールありがとう、すずめの涙さん、惜しい。では続きまして、ラフラフネーム爽快ぼっちさんからいただきました。生まれ変わったらなりたい家電といえば、考えたことない。家電か、うわー、なんだろう、むずいな。うわ、なんか気持ちが切なくなってきた、ちょっと待ってよ。うわー、難しい、これか。あー、確かにそっちもいいね。うわ、すごい真剣に考えちゃった。どっちかな、でも最初に出てきた方ですよね、最初に出てきた方にします。はい、書きました。では爽快ぼっちさんが予想した答えはこちら、テレビ。私の答えは冷蔵庫。悩んだ。あ、テレビの理由ね。テレビはみんなの注目の的、何より人を楽しませるというところがことぶきさんに合っていると思います。家電に生まれ変わるときはぜひ
めっちゃ面白いんですけど。いや冷蔵庫もちょっとこれも話をさせてください。いや悩んだ。テレビももちろん考えた。で私は冷蔵庫かスピーカーで悩んだ。というのもまずね、なんか掃除機とかなんかちょっと頻度高い子ってまあよく使ってもらえるけど割と 2,3 年で買い替えられちゃうっていうイメージが強くて、なんかそれ考えたらすごい切なくなっちゃったんですよ。自分が買い替えられた時って。で冷蔵庫も、まあ、10年ぐらいしたら片落ち、まあ、10年もしない間に片落ちもするし、なんか最近冷え悪くなってきたなとか言われちゃうんだろうなとかって考えて、でもそのご家庭の全てをこう一気に受け止められるっていう、なんか包容したい気分だったから、冷蔵庫が最初洗濯機だったんだけど、洗濯機ほど壊れた時にあいつクソみたいな感じに言われることないなって思って、自分がやっぱなんで今壊れるんだよみたいな、水漏れみたいな、てんやわんやは結構冷蔵庫より洗濯機かなと思って冷蔵庫だけど、スピーカーもそんなすごい頻度で壊れないと思ったんですね。でまあやっぱ声の仕事をしてるし、みんなの耳元にみたいな思ったの。ヘッドフォンも持った。だけど頻度は、まあ、冷蔵庫の方が寄り添えるかなみたいなので冷蔵庫すごい真剣に考えた。テレビもね、テレビも本当になんかこの間前にね、はるちゃんがいやなんかいつ買い替えていいかもわかんないじゃんテレビってって言われた時に、なんか扱い雑と思っちゃってそのテレビになるのも嫌だなとかって思ったらちょっと冷蔵庫でした。すごい真剣に悩みました。ということで残念でした。はい、今回ここまでことぶきホールを堪能していただきましたが、そろそろホールが閉まる時間になりました。いや今回なかなかちょっと難しかったですね。でも次回もね、ぜひ諦めずに一致するのかどうか、そして面白いクエスチョン最高だなと思って今回もたくさん笑わせてもらいましたので、ぜひいろんな質問、そして私ことぶきみなこが言いそうな答えも一緒に書いて送ってください。ようこそことぶきホール、またのお越しをお待ちしております。ことぶきみなこのラフラフ。お送りしてきましたことぶきみなこのラフラフ、そろそろエンディングのお時間です。なんかどれも本当にね、トイストーリーじゃないですけど、やっぱその子の気持ちになったらなんかいろいろ考えちゃって、炊飯器とかさ、電子レンジとかさ面白い。これ生まれ変わった、でもテンナイスチョイスですよ。爽快ぼっちさん、生まれ変わりたいシリーズね、転生シリーズ面白いですねこれねということでメッセージたくさんありがとうございます。引き続き番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを大募集しております。番組の感想やメッセージなど何でも OK。 浦島美奈子とは言わせないでは日本で話題になっていることをクイズにして送ってきてください。浦吹ホールでの私からの質問は、おすすめのライフハックといえばです。皆さんが思う回答を送ってきてください。メールアドレスはみなこ@secondshot.jp、 みなこ@secondshot.jp、 みなこは数字の375です。たくさんのメッセージお待ちしております。そして番組では公式ツイッターやってます。ことぶきみなこのラフラフで検索してフォローしてください、よろしく。そして番組からのお知らせ、7月9日土曜日にココハルとラフラフの番組コラボイベントを開催します。会場は科学技術館サイエンスホール、昼の部夜の部あります。詳細は番組ホームページにてご確認ください。ぜひ一緒に楽しい思い出作りましょう。そして私からのお知らせ、アニメタイガー&バニー2にてカリーナ・ライルブルーローズ役で出演しております。ぜひクーリッシュを食べながら見てください。さらにテレビアニメラブオールプレイにて水嶋里香役で出演しておりますよ、こちらもチェックお願いします。ということでそろそろお別れのお時間です。ことぶきみなこのラフラフ、ここまでのお相手はことぶきみなこでした。またねラフラフー。